こんにちは、山勝也です。今週はですね、これ学生さんに向けてリンクトインを使ったですね、就活のやり方ということで、ちょっとねお話をしていこうかなというふうに思います。でそれでですね、リンクトインを利用しているというふうな学生さんはどれくらいちょっといるかなというところではあるんですけども、どうでしょうかね。やっぱりこう学生さん皆さんやっぱりよく使ってられるのはツイッター、インスタグラムというところがね多いんじゃないのかなと思います。まあたまにねフェイスブックを使ってってるね、学生さんも見受けられますけども、リンクトインをね使ってる学生さんってちょっと少ないかなと思うんですね。なんでリンクトインの話を今週やってるのかというと、実はですね、リンクトイン今ねビジネスシーンでちょっとね盛り上がってきている SNS ツールです。ご存知ない方に向けてですね、少しちょっとお話をすると、リンクトインというのはですね、いわゆるビジネス用のですね SNS というふうに言われています。ですので投稿の内容もですね、日常のものというよりはどちらかというとビジネス向けのですね内容ですね、そういったものをですね投稿されているということがちょっと多いかなというふうな SNS になっております。でしかもですね、そのアカウントですけども、ツイッターの場合だったらですね、それぞれ自分の実名じゃないですねアカウントを持ってですねやられる方が非常に多いんじゃないかなというふうに思います。ですけどもリンクトインの場合は実名で必ずやるということが一つのこうルールになってるわけですね。しかもそのリンクトインのプロフィールをですねきちっとやっぱ作んなきゃいけなくって、そのプロフィールの中には自分がどんな人物でどんなことをやっててと、で社会人の方であればそこに職歴が載ってるわけですね。どこの会社で働いてて、今までどんな社歴を重ねて今がありますよ。あとは、まあその出身の大学とか、まあ学校とか、まあそういったものも全部ですね、掲載をするというのが一つのルールになっております。それだけにですね、ツイッターとちょっと違って、荒れないというのがあるわけなんですけども、ツイッターの場合どちらかというと、こう、プライベートのね、内容というか、どちらかというと、趣味でつながったりだとかっていうところの内容が多いんですけども、まあ、ビジネス SNS っていうぐらいですので、どちらかというとね、こう、真面目な内容というか、まあ、その、ちょっとお堅いようなですね、ものが多いというのが、まあ、特徴といえば特徴かなと思います。さあ、なんで、で、それで、学生さんに僕ら、リンクトインをおすすめするのかと、いうお話なんですけども、実はねリンクトイン一部ね使ってる学生さんもいます。でこのね学生さんたちどういうふうに利用されているのかというと、実はこういうふうにこのビジネスの世界で動いている大人の人たちと直接つながると、もしくはそのビジネスのいろんなその発信をしてますので、その人たちがですね、これ私もそうですけども、いろんな発信をしてます。それを見て興味がある大人を探す、もしくは自分もそれで勉強すると、そのためにですね、リンクトインをやっているという学生さんが一部いるわけです。で、これね、非常にもったいないですよ。本当にね、一部なんですよね。実は学生さんの登録数かなり少なくってですね、かなりいいツールだと思いますし、今結構ね、こう流入しているあのビジネスマンの、あのビジネスパーソンね、の方々も非常に多いんですけども、なのに学生さんの利用者はなかなか伸びてないというふうな現状があります。リンクトインは、っていうのは実はあるんですね。私も先週だけでもね、全部リンクトインさんから入ってます。手軽にです、まあ、やり取りをすると、もしですね気に入っていただけた方いらっしゃいましたら、チャンネル登録ぜひよろしくお願い申し上げます。またですね直接、安倍の方にお問い合わせしたいという方いらっしゃいましたら、下のですね概要欄の方にリンクを貼っておきますので、そちらをご覧ください。ではまた来週お会いしましょう。